ロフト。ロフト、ロフトとは、原理では、建物の最上階、または屋根裏にある部屋を指す。天井の下でなく、直接屋根の下にあり、倉庫などに使われる。こうしたロフトを住居用に改造した、またはロフト風に新築された、天井の高い空間、主にアトリエやスタジオなど、美術、音楽作品の制作に使用されるを備えた、集合住宅は、 ロフトアパートメント、ロフトアパートメントと呼ばれる。日本の賃貸物件などでは、天井を高くして、中2階を設けてはしごなどで昇降できるようにしたものを指す。屋根の直下にある部屋や木座橋は、寒暖の差があるため居住には使われず、滅多に使わないものを置く倉庫として使われる。またこうした屋根裏や最上階が特殊な用途のために、使われることもある。 例えば、教会の中の、クワイアロフト、コワイアロフトと呼ばれる、聖火体積や、オルガンを置くための、オルガンロフト、オーガンロフト、一般住宅の、スリーピングロフト、スリーピングラフトと呼ばれる屋根裏の寝室、冬の間に一人で集中して作業する、工芸品など、工作の職人などは、その一例である。こうした物置などとしてのロフトは、 屋根裏部屋の大雑把な道義語としても使われる。屋根裏とロフトの違いは、屋根裏は建物の一つの階全体に広がるのに対し、ロフトは建物の一室、または少数の部屋の上にあり、物の上げ下ろしのために床の一方向、または多方向が途切れており、下の部屋からの吹き抜けになっていることにある。納屋の屋根裏にある、ヘイロフト、ヘイラフトは、 一年分の干し草を積んでおくために、下の木材橋の部屋より広く取っていることもある。アメリカなどにおける、ロフトアパートメント、ロフトアパートメント、賃貸用や、ロフトコンドミニアム、ロフトコンドミニアム、分譲用は、かつて工場や倉庫などとして使われた建物を改造した、集合住宅を指す、産業用の建物を、 賃貸や分譲用の集合住宅に改造することを一般的にウェアハウストロフト、ウェアハウスツーロットということもある。路上に面した1階部分を商業用に上層階をロフト形式の住宅にするような開発を単にロフトスタイル、ロフトスタイルと称することもある。工場、倉庫ではもともと作業用に各階の天井口が高めに作られているため、 住居としての改造にあたり一つの住居角の一部に、中二階や階段を増設して、居住空間を増やし、残りの天井の高い部分は、作品制作のためのスタジオやアトリエ、あるいは吹き抜けの居間にされる。また、工場、倉庫の時のままのレンガ壁やコンクリートの床をそのまま利用し、剥き出しの状態であることを売りにされることもある。ロフト形式の集合住宅は、老朽化した。 工場街や倉庫街を再生して街の新しい芸術地区として売り出すにあたりギャラリーなどと共に古い建物の中に導入されることが多い。荒廃した廃工場や廃倉庫のロフトは安価で広く窓も大きく明るい制作空間を必要とする芸術家などの間で元々人気があったが後に芸術家のようなボヘミアン的な暮らしに憧れる豊か 若者もロフトに住むようになった。欧米の大都市の再開発では、工場などをロフトに改造して、高所得者用の住宅として販売する、ジェントリフィケーションの手法は、一般的なものとなっている。例えば、ニューヨークの双方は、中鉄建築の工場街が展示て1950年代以降、アトリエ街となった例であり、近年の例では、ハドソン川沿いの西十四丁目南にある。 生肉工場群が1990年代以降にブテックやクラブに変身したミートパッキングディストリクトがある。同様の例は全米に見られる。ロサンゼルス市が2001年に制定した適応型再利用条例、アダプティブリユースオーディナンス、アダプティブリユースオーディネンスなどのように経済的に立ち行かなくなった産業施設やオフィスビルを用途変更し、ロフトのある 高品質な住宅や芸術家住宅へ転換することを推進する条例や法律も全米各地で作られている。これは都市文化の振興やより魅力的な都市へと移住しようとするクリエイティブ階層の人々を引き付け集積させることも目指してもいる。高所得層におけるロフトの需要の高まりに対し不動産開発業者が廃工場を高い費用をかけて ロフト住宅へ再生するだけでなく、すでにジェントリフィケーションの進んだ地区に、ロフト物件の高級コンドミニアムをわざわざ新築する場合すらある。完全新築のロフト府高級住宅は、廃工場、廃倉庫地区など、経済的に賃貸した地区に住む危険なくして、ロフトの持つ都市生活の楽しさを享受しゆうというものであるが、家賃の安い怪しげな地区に集まって住む、 本来のロフト生活の精神やボヘミアニズムからは離れたものとする批判もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。